地域の文化財を身近に感じてもらおうと、神戸市にある五色塚古墳で古代の人々の暮らしを体験できるイベントが開かれました。神戸市垂水区で開かれた五色塚古墳祭りには、地元の子どもたちを中心に多くの家族でにぎわいました。五色塚古墳は4世紀後半に作られた全長194メートルの県内で最も大きい前方後円墳で、1974年に築造当時の姿に復元されました。今日は古代の人の暮らしを紹介するブースが並び、子どもたちが前切りという道具を使い火起こしに挑戦したり、古代の衣装を試着したりしてタイムスリップしたような体験を楽しんでいました。厚着してるけど、なんかそんなに暑くないっていうか、涼しいぐらい。そうね、学校とかいる。また自分で石を削って作る勾玉作りや、粘土を使った埴輪や土器作りなどでは、大人も真剣な表情で取り組んでいました。すごい楽しかったです。子どもと一緒にできるので普段こうやって作るんだよっていうことを子どもに教える機会もないので、すごくいい機会になったなと思います。いい感じだなって、めっちゃ楽しい。どこに飾るの？自分の机。五色塚古墳は今年で復元整備されて50年目となり、市は新たなガイダンス施設の設置を計画しているということです。